が薄い峠か。俺も実は初めてなんだけど、想像してたよりもずっとハードなワインディングロードだな。まあ、いきなりちぎられるってことはないだろう。ちょっと出遅れちまったか。急かされてるみたいで落ち着かないよ。自分でも乗れてるのがわかるぜ。ゲゲ、こんなもんだぜ。はいはい、あれについていくの厳しいよな。見てるこっちがビビっちまう。くそ、速いやつってのはどこにでもいるもんだよな。揺さぶりをかけられればなんとかなるかも。俺の後輩の話なんだけど、
すんげえテクニック。本物のドリフトは速い。お前は気分じゃないんだして。追いついてきたか。息苦しいんだい、すごい存在感だ。手ごわい相手だぜ。ビリビリと伝わってくる感じがある。何か来る。ついてくれ。嘘だろ。ペース上がってきてる。早い。ここで離れたら絶対追いつけない。こらえろ。近づいてる。少しずつ差が詰まってる。ムカつくぜ。
白くか。つくづく縁があるな、これは。たく、八六練りってやつは、どいつもこいつも。上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃ、バックミラーから消してみせるぜ。タイヤの手応えはまだある。ここはイケイケだぜ。俺の全開はこんなもんじゃねえぜ。えらく煽られてる気がするぜ。まるでハイオレみたいに張り付いてきやがる。なんだ今のは。もらったぜ。お前はむしろよくついてきてる方だぜ。ストレートでちぎるのは不本意だが、遠慮はしねえぜ。差が詰まってる。奴の車が近づいてる。やべえな、コントロールできなくなってきてる。集中力が切れかかってるってことか。俺が絶対勝つのは分かりきってる。なのにこのしっくりこない感じは何なんだ。どんどん息苦しくなってくるぜ。何なんだこの感じはよ。悪い夢でも見てんのか。なんだよそりゃ。絶対逃がさねえぞ。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。まだいける。追いついてみせるぜ。あの野郎、頭の中のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。出てこい八六。俺の本当の競争相手はこんなやつ。また八六か。つくづく縁があるな。
上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。タイヤの手応えはまだある。ここはイケイケだぜ。俺は兄貴じゃねえからな。詳しいことまではわからねえけど、こいつはかなりやる。さあ、八六盛りってやつはどいつもこいつも。まるでハイオレみたいに張り付いてきやがる。こっちに行くとき、よし。俺の全開はこんなもんじゃねえぜ。くっ、えらく煽られてる気がするぜ。お前はむしろよくついてきてる方だぜ。では俺の方が早いんだ。そんなのに食いつかれるってことはコーナーワークで負けてるってことかよ。やべえな、コントロールできなくなってきてる。集中力が切れかかってるってことか。差が詰まってる。奴の車が近づいてる。大したやつだぜ。ちぎったと思ったのに、あそこから離れねえ。遠慮なくやらせてもらうからな。くそ、ふざけんな。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。絶対逃がさねえぞ。まだいける。追いついてみせるぜ。桁違いに速くてうまい。出てこい八六。俺の本当の競争相手はこ。縁があるな、俺は。
タイヤの手応えはまだある。ここはイケイケだぜ。くっす、えらく煽られてる気がするぜ。上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。俺は兄貴じゃねえからな、詳しいことまではわからねえけど、こいつはかなりやる。お前はむしろよくついてきてる方だぜ。八六乗りってやつはどいつもこいつも。まるでハイオレみたいに張り付いてきやがる。俺の全開はこんなもんじゃねえぜ。ちょっとついてこれたからっていい気になるなよ。差が詰まってる。やつの車が近づいてる。やべえな、コントロールできなくなってきてる。集中力が切れかかってるってことか。くっそ、プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。大したやつだぜ。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。絶対逃がさねえぞ。早いな。ペースを上げて逃げる気か。FD より早く曲がれるなんて、思い出してみてもゾッとするぜ。ナイトキッズ。
リアサイドについてる R のバッジは不敗神話の R だ。俺の R についてこれるか。車のパワーでかける登りだけ速くてもそんなもん俺は認めねえ。峠の走り屋は下りが速くなきゃ本物じゃねえよ。目いっぱいヤバいモードに突っ込んでいくぜ。ついてこれっか。今開けないぜ。何の走り屋じゃねえな。やな、一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえかよ。とことん突っ走るぜ。どこまでついてこれる。フロントの重い地域があるじゃん。こういう下りのコーナーは辛いぜ。内側に飛び込ませなきゃいいんだろうが。条件は五分。ここをクリアできるかどうかが勝負の分かれ目だ。車1台がギリギリ入れない程度に寄せるだけでいいはずだ。後ろが気になってしょうがねえ。何？立ち上がるあの後ろ姿、でも言われぬ余韻がある。鮮やかなもんだぜ。だけどこれで勝ったと思うなよ。ただで済ますと思うなよ。ここまで追い詰めるとはな。このまま並んで立ち上がれば旋回の加速で俺は前に出れるんだ。俺と GTR か。バト。最初のコーナーに突入か。俺の走り方とどこが違うか、じっくりと見極めて技を盗んでやす。
んてツッコミだ。手に汗握るとはこのことだぜ。別次元のスピードだ。なあ、一体何キロ出てんだ。なんでだ、なんでこんなになってもコントロールできる。どうなってんだ、車かこれは。安らかな寝顔だ。食いついてくるわね、車。あたしたちの実力、たっぷりと教えてあげないとね。 OK、セイキ、今までで最高の走りを見せてやるわ。甘いよ。
て必勝の短期決戦、積極的に攻めるよ。女だと思って甘く見ないでよね。ここにコーナーがあればとりあえず攻める。それが走り屋の本能ってもんでしょ。うまいよマコ。このスピードではごまかしは効かないからね。どこまで来れるかしら。抜かせない。濡れてるのが分かる。十中八九抜かれることはないと思うけど、ひょっとしたらもつれるかもしれない。イン側にぶつけるぐらいの気合で切り込んで。意識を後ろにばっかり向けていて速く走れるわけがないよ。もうバックミラーなんか二度と見ない。やっぱり私たちのコンビは最高だね。ここまで来て抜かれるなんて。すごい、超限界スピードからのドリフトはウルトラ P の難易度なのに。私たちのベストを出し切らなきゃ終われない。この感じ、今のマコは今まで見た中で一番の出来だよ。マコ、最初から気合い入れてくよ。分かってる、私たちは絶対勝たなきゃいけないよね。このまま行くわ。はっきりとは分からないけど、今のところは互角の滑りだし。まだまだこんなもんじゃないよ。私たちの本気は。ガツンと一発かますわよ。分かってるわ。一気に決めるよ、セキ。地
元のスペシャリストの私らにピタリと張り付いて同調してきた。流すコーナーと流さないコーナーの使い分けが肝なのよ。来た。すごいプレッシャーで迫ってくる。楽しまなきゃ。最高のバトルじゃん。抜かせない。うすい最速を舐めてもらっちゃ困るわね。あともう少し逃げ切ってみせる。意識は後ろにばっかり向けていて、速く走れるわけがないよ。もうバックミラーなんか二度と見ない。やるしかないよね。ありえないよ。はまだついていないよ。私たちのベストを出し切らなきゃ終われない。いいね、最近。私これから限界まで突っ込むわよ。仕方ない。決めた。一連拓張。半倍。波の走り屋のスピードじゃない。あたしらの乾杯だよ。憎たらしいぐらいの余裕じゃん。はい。全開ドライブだ。走り慣れたアカムでこうも先行されるとは思ってもみなかったぜ。俺にはハッタリは効かないぜ。じっくりと拝ませてもらおう。すごいな。天才的なひらめきを感じるぜ。
ハードなダウンヒルを続ければ必ずフロントタイヤとブレーキが垂れて攻めるチャンスがあるとしたらそこだ。そうだろうな、思っていた通りだ。ミスったな。思ったより腕は確かだ。俺はまだそんなところで負けるつもりはない。ここ一発のスプリントによく磨きがかかっているぜ。ことも投げに俺の後ろをついてくるか。侮れない手下ぜ。ついてきた。この先荒れるな、間違いなく。ペースは落ちていないはずだ。それだけ奴が速いということか。どこまで突き放しておきたいところだな。勝つのは俺だ。その程度。かなり強引な突っ込みだな。前のうまさは欲しくなったな。クリアできるか見せてみろよ。もっと焦った方がいいぜ。ほらほら、ガンガン攻めてみろ。怒らせるように後ろからガンガンプレッシャーをかけてやるぜ。おお、元気いいな。ちょっとリードしたくらいで舞い上がってんじゃねえぞ。
手の内にある気がしてならねえぜ。ぶっちぎってやる。ちぎってやる。NA の転落利用 H は世界中探しても本土の B16A に勝てるエンジンはない。テカニンしねえぞ。じゃあいいんだよ、どんな手を使ってでもな。焦ってるのが見え見えだぜ。所詮よそ者が勝てるわけねえんだよ。どんな推測だ。一か八かやるしかねえ。こいつ恐ろしくうまい。とんでもねえ食っ